いいよ、かまってちゃん来たよ。ボス仕事せんへんの？お前らやっとけか。カフェやと思ったのに。私は西洋料理人なので。こんなとこでこんな美味しいタチウオを食べれると思わなかった。いい感じの塩梅、なんかあっさりさせてくれますね。ここは鶴橋です。本当すぐそこにね、駅があるんですけども、ちょっとこう路地に入ったところにですね、またまた、素晴らしいカフェを見つけましたので、ちょっと行っちゃいましょうか。はい、あ、ここですね。猫の絵がすごい。猫とコーヒー、あ、なんか興味あるな。和なのか洋なのか何なのかって感じですね。ちょっと行きましょう。お邪魔します。こんにちは、どうも。うわ、なんかすごいイメージがと違う。はい、あ、和や和と。こんなカフェってないよね。みんな見たことないですよね。っていうかすごい、まあ猫カフェやからね、あれですけど、猫ちゃんばっが結構多いな、これ。3、4、5、6、7、8、まだいそうやな、これ。独特な外観と店内、そこにおよそ10匹の猫がくつろぐお店、猫カフェアフロディーテ。でも単なる猫カフェではないんです。ちょっと早速やから、これメニュー見て頼みましょうか。本日のおすすめはこちらに書いてあります、はい、タチウオのオリーブオイル煮梅おろしソースと、はい、エビのアメリケンヌソースのレインボーカラーニョッキという2皿構成のカフェやと思ってた。そう、カフェやと思ったのに。私は西洋料理人なので。じゃあ僕がちょっとこう入ってる時に悩んだっていうか迷ったのは、その通りなんですね。フレンチのお料理を楽しみながら、猫ちゃんの好きな方々がまた猫部屋に入ってっていう二重で遊べる空間を作ればいいかなっていうことで作らせていただいたんですけれども、はい。もともと西洋料理店で働いていた店主大さんと、猫が大好きなカノンさんがどちらも楽しめるお店として2021年4月にオープン。カフェなのに本格料理が楽しめるんです。エビのアメリケーヌソースの、おお、これはイタリア料理なんですけど、ニョッキっていうのはジャガイモで作るこう団子みたいなパスタの一種なんですけど、うんうん、これは男爵芋にビーツとエンドウとカボチャで色をつけて、はい、でそれを3つこうくっつき合わせて作ってるんですよ。あ、もう一つ来た。これ上に乗ってるのが梅ですよね。梅と大根おろしを合わせたものですよね。その下にタチウオをオリーブオイルでゆっくりゆっくり火を入れたもの。これナイフっていった方がいいですね。めっちゃおしゃれなナイフ今持ったら。何これ、タチウオ。うん、うまい。こんなとこでこんな美味しいタチウオを食べれると思わなかった。で、またなんか梅がいい感じの塩梅、なんかあっさりさせてくれますね。ちょっとこのまま行っていいですか。どうぞ行ってください。ソースと一緒に行ってください。いける、とろけるっていうか、はい、なんかそんな感じ。それを目指してるんです。へー、はい。この色合いもそうだし、こういうのもなかなか地味なものはあんまり興味がないのに。でもいいですね。だからここに来ていろんな料理が楽しめてね。でちょっとなんかしんみりしたい時にこう、やっぱり子猫ちゃんを見てるとなんか心落ち着くしとか。そうですね、癒しの効果すごく大きいですね。はい。なんかおすすめのドリンクってありますか。一応コーヒーの豆がブレンド、はい、している豆でして、それが一応まあおすすめっていうか、まあ、カフェなので。はい、ちょっとじゃあそれいただいていいですか。はい、はい。
させていただきます。はい、これね、いただきます。あ、うん、確かにちょっと苦味があって、うん、でもしつこくないです。私自体が苦味のあるまろやかなコーヒーが好きなので、はい、コーヒー屋さんにブレンドしていただいてます。はいはいはい、はい、食べた後にいいっすね。ありがとうございます。コーヒーってちゃんとカフェでした、ね、カフェでしたねやっぱりね。福山さん自体犬派やから全然向こう触ろうとなった犬派なんで、あ、僕ね実はね犬派なんですいません。これこう寝てる時パッて入ったら怒ります？え、怒らないです。すぐ仕事の体制に入る猫ちゃんもいます。へ、仕事ちょっとせっかくなんでね、全員これ寝ててこう起こしては悪いけど、ちょっと一回仕事させちゃっていいですかね猫ちゃんに。これ今の話聞いてからやから、なんかどういうスピードで来るかっていうのを見物やね。これね、ちゃんとあ仕事ですって来るのがもっとし日山来よったみたいな感じでこう来るのか。いいですか入って。あ、背中に当たって、あ、来た仕事してる。ちょっとごめんな、仕事やで仕事やで、はい、お、一番最初に仕事。そう、はい、お、いいよ、かまってちゃん来たよ。毛並みがめっちゃ揃ってるね、滑らか、気持ちいい触ってて。ボス仕事せんへんの？ボス仕事せんへんの？お前らやっとけか。この子すごいなんか人懐っこい。そうなんです、はい、めっちゃ人懐っこい。最後にこちらのお店を思い出の野球選手に例えてもらいます。そう、やるときやるか。普段はちょっとなんかこういう感じでぼーっとして、まあ何もないからオンとオフ。これ、ああピンときました。はい、本当ですか。来ましたわ。もう僕ら世代の時でいいですか、はい、今岡誠ですね。ああ、もうあいつのオフは本当にオフですからね、はい、かと言いつつ、僕らは見せてないところで自分の趣味であるなんか、例えば麺が大好きなんでラーメン屋行ったりとか、もう自分で一人でどこでも行ったりとかするし、そうか思ったらもうじゃあ仕事ですよ言ったら、もういきなりね自分のモードバーン入ったら一番バッター的なホームランガーン打ったりとか、1球目から行ったりするから仕事人なんでね、もうそういうところあるかな。なるほど、仕事人。仕事人。今は全く仕事してないこれ全員寝だしたよこれ